今後しますが、お聞きするのを楽しみにしています。日本にある問題でユニークなことはあります。他の国に住んでいる人は、日本のデジタルポリシーには特に関心を持っています。皆さんがご存じないかもしれませんが、外国の人は日本のデジタル文化はすごく進んでいると思われています。それはちょっと関係あるかもしれません。しかし、それはそれよりもっと広い理由があります。題して言うと、インターネットユーザーは共同体意識を持っています。だから、日本である制限規定が出れば、ユーザーは困ります。どこかの国かテック会社がインターネットを制限すれば、すべての人々が教室になることは、ほとんどのユーザーは分かっていることです。こういう問題は、一つのアプローチを用いて解決することはできません。だから EFF は多様なスタッフを持ち、デジタルの問題のさまざまな側面に取り組む仕方にしました。弁護士、技術者、活動家、そして国際ポリシー、私たちの組織はさまざまなチームで構成されています。初めからは、あ、いいです。ちょっとニコニコ生放送がちょっと止まっちゃったので少々お待ちください。その真ん中の方はその弁護士チーム の重役です。はじめからは EFF の専門事項は法律の前例を変えるため訴訟を起こすことです。アメリカの法のシステムでは裁判によってポリシーを良くすることができます。訴訟の種類は監視法、著作権、特許法、情報効果などです。技術者チームはオンライン安全のためのツールを作ります。例えば HTTPS Everywhere というブラウザープラグインはどこのウェブサイトでもあれば自動に HTTPS をつけてくれるソフトです。弁護士さんたちが裁判の書類を提出するときは、そのチームはいろいろなテックの説明をしてあげます。活動チームは不正な法律と戦い、正当な法律を支えます。ブログでその方策を一般の人々に説明したり、一般者にメールを送るキャンペーンとかやります。最後は国際チームです。投獄されたブロガーを解放する動きやどこかの国での検閲法の反対を促します。新しい著作権政策と戦いますし、その他にインターネットの自由を脅かすものを止めるため
あらゆることをできるだけしています。最近の ESF の重要な運動は、世界的な監視体制への戦いです。ESF は何年も前から NSA がコミュニケーションを監視していることは知っていましたが、どの程度までやっていたか知りませんでした。2006年にマーク・クラインという内部告発者が ESF に来て書類をくれました。その人はサンフランシスコでの電話会社である AT&T ビルで働いていて、そこで NSA はユーザーの電話の会話を全部集めていたことが分かりました。その部屋はその集めていた部屋です。 ESF はユーザーを代表して裁判に出ました。有力な証拠がありましたが、何年も時間がかかりました。その理由は NSA が全てのことが秘密なので、内部告発者の書類も証拠にならないということで、今も裁判に続いています。去年の夏、エドワード・スノーデンが NSA 監視網を暴露し、世界中のユーザーをショックしました。その後、新聞は何枚もスノーデンの書類を出版し、監視体制はどのぐらい広範囲であるのかだんだん分かってきました。NSA はスノーデンの暴露によって、国際暗号化のスタンダードを悪化させていることや、Google や Facebook のようなテック会社の内部のネットワークに浸透することも、そして何億人のデータを集約し分析していることが分かりました。世界中のユーザーから外務大臣まで何でも手に入れられるデータを取り上げています。インターネット自由の戦いのもう一つの参戦線は著作権の問題です。著作権の当初の用途は創造革新のために作られた体系でした。だが今では全く反戦性的になりました。著作権を守るためインターネットを検閲する法律もありますし、さまざまなテックガジェットの直し、転売、ハッキングなど犯すことになります。著作権の延長も刑罰も激しくなってきました。ISP 法的責任の法律は大抵ユーザーが検閲することがあります。 ISP やウェブサイトは法的責任を避けるため、コンテンツを取り出すこともフィルターすることもします。しかしそのことは本当に著作権を侵害しているかどうかは ISP は感知していません。その結果、何度も合法的なものも取り出されることがあります。ディジタルライツマネジメント、略して DRM はご存知ですか？最近は DRM の目的は、DRM の目的は、あるゆるデジタルのコンテンツや機器にある著作権を守るために、
作られたのに、今はただのユーザーができることを抑制するためにあるものです。 DRM を避ける犯罪になる場合があります。目が見えない人は電子書籍のフォーマットを変えたい場合とか、セキュリティ研究者も研究で DRM を避けなければいけない時にも、研究結果を出すのが恐ろしくなる場合もあります。ソバとピバを任した後、出版専業は激しい著作権の豊作は簡単には通過できなくなりました。それでも他の方法はあります。彼らは秘密交渉を利用し、欲しい方策を手に入れるようにしています。 TPP はこの開国の一番最近のことです。 TPP を使ってもっと激しい著作権の制限を加えようとしています。この制限の他に領域協定を使う理由はあります。それは外交政策が複雑に なるからです。例えばニュージーランドの乳産業のその国で強いので、アメリカが国内の乳製品での保護関税をなくせば、ニュージーランドはその著作権に対する条項に同意するようなことがあります。 TPP のようにいろいろな話題を一緒にすれば、どれかのことが交渉で取引することができます。普通の場合はそんな著作権が通過しない国ではこういう事情で同意してしまいます。大体こういう問題は社会支配の緊張であり、そのためにその中で技術の規則を支配する問題です。業界とか有力な集団は一生懸命望むものを得ようとします。この観点からはどうすればいいのか、希望あるのか。もちろんできることはいっぱいあります。 EFF がいろいろ試してきましたが、自分たちでもどうすれば向上できるかいつも話し合っています。ミャオもこういう活動に参加すれば必ず成功すると思います。ここで3つの活動方針を提案します。1番、意識を高める。まずこういうネットの自由に対する問題を公表することです。説明して普通の人が理解できるようにすれば、すべてのキャンペーンを支持してもらえます。ブログ、講義、漫画、歌、そしてさまざまなメディアを使って説明する人は考えを変わります。それからの働きは私たち活動者の仕事です。こういう問題について立法者も理解できるまではいつまでも不正な法律を作り続きます。だからどんな形でも彼らに技術の実態を説明するのは大事な活動です。フリーオープンソースソフトウェアの使いを重徴、略してフロスと言いますけど、これはソースコードが公に
入手可能であり、どんな目的のためでもソフトウェアを学習、変更、そして配布するための権利を付加するというライセンスに基づいてソフトウェアである。スノーデンの摘発のおかげで多くのソフトは叱りつけのセキュリティの弱みが裏口に入っていることがわかります。クロスのプラットフォームやハードウェアは透明なので、そんなものはないことを保証できます。だからクロスの使い方を冗長し、強力なインターネットに重きを起こすことを望んでいます。共同体意識を促進する。我々の仕事はネットの自由を脅かすことを戦う仕事ですが、活動を楽しくすることは大切です。ユーザーはこの運動に関して光栄に持ってもらうことです。そうすれば彼らもメンバーになりたくなる気持ちになります。つまらないことだと思いますが、 T シャツとかシールとかそういうものを作ることは非常に大切です。ミャオのメンバーには特別なクラブに入っている感じにしてあげないといけません。インターネットを開発すること、開放すること、そしてもちろん楽しいことも活動していかなければいけません。私は EFF と働いていて、一番の喜びは皆さんのような素晴らしい人にお会いすることです。ペルーのヒペルデレッチョ、韓国のオープンネットコリア、フランスのロコアドトゥージュネットとか、世界中にたくさんのグループがあります。我々と一緒に、私はユーザーの自由に関わる世界的な共同体のメンバーとして本当に光栄と思っています。さまざまな問題はありますが、インターネットは全世界の問題であり、あらゆる活動グループが力を合わせればきっと成功すると思います。そしてミャオのメンバーになって私たちをサポートしてください。今言ったことについて質問があったら答えします。ありがとうございました。では質問がある方いらっしゃいましたら、日本語でちゃんと答えてくださいますので大丈夫ですか。あ、いらっしゃいました。はい、お話ありがとうございました。EFF のオペレーションの規模というのはどれぐらいなんでしょう。規模ってなんだろう、スタッフの数とか予算の規模とか。50名で、はい、予算規模とかっていうのは公開されています。メンバーはその世界中にいるのは20万人以上で、あとはあとどういうこと？日本、それがその50名の専門家チームがフルタイムで全ての活動をしているという理解です。その活動チームだけの人は活動してて、あとは弁護士チームとか、そのおっしゃったいろんな違うことをやっている方がいるんですけど、大体バジェットはどれぐらいかっていうの。バジェットね、どれぐらいかな、今はあまりわかりません。ありがとうございます。
その他いらっしゃいますか。せっかくの、あ、いやー、いただきます。2点ありまして、1点は、弁護士をたくさん、抱えているということなんですけども、そうするとお金が非常にかかると思うんですけど、資金源はどこから取得されているのかということ。資金源は、主な収入を、お金は、EFF のお金はどこから入ってきているのかっていう。あ、ほとんどはメンバーです。あの世界中にいる20万人以上の、あのメンバーの、あの彼のバジェットで、はい、寄付ですか、会費、はい、会費ですか、はい、メンバーシップであって、あの毎月35ドルからもう、あの1000ドルがすごい、あの、ね、あの広いです。あとはあれですね、こうゲームの話も面白いと思うんですけど、あの、あ、はい、あのハンブルバンブルっていう、あのクラウドソースの、あのプラットフォームがあるんですけど、あのインディペンデントのゲームを作る、あの人がいて、あの5個ぐらいを一緒にして、あのそのユーザーはどれぐらい払いたいぐらいをスライドで決めて、それをあの 何の部分を EFF にあげるかを決める、あのサイトなんですけど、それでも結構入ります。2点目、これで最後ですけども、多分これ宮尾の方がお聞きになりたい質問かもしれませんが、あのどうやって一般のそのユーザーの意見を政策に反映をしてるんですか。一応あのブログ、前に言ったようにブログして、そしてあのまあ、そのメンバーに入ってる人は E メール持ってて、その人たちに何かのキャンペーンあると、あのその大事にこのことを心配 してるので、あの法律に対してのなんか、あのボートあれば、あの反対してくださいとか、電話してくだ、この日にあのみんなで電話しましょうとか、そういうことをします。はい、じゃあもう一人、あ、はい、木戸先生。あの、みたいこう、なんか3つのサジェッションという提案、ちょっと聞こえない、3サジェッションを見合うというプロポーズ、3提案、あ、はい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 、意識を高めるというのと、それから共同体意識を助長する、それ3つ目が何だったの。あ、はい、共同体意識を促進する、はい、それ2番目ですよ、ね、2番目はあのフリーオープンソフトウェアを使える、あ、はい、分かりました、はい、失礼しました、はい、はい、ではよろしいでしょうか。それでは、定刻になりましたので、基調講演はこちらまでというふうにさせていただきます。ありがとうございました。それではこの後、休憩を挟みまして、